ゲオルク・フリードリヒ・カール・フォーン・ブランデンブルク・バイロイトは、フランケン地方・バイロイト公領の偏境博。クリスティアン・ハインリヒ・フォーン・ブランデンブルク・クルムバッハと、その妻、ゾフィ・ー・クリスティアンとの長男、バイロイト偏境博、フリードリヒ・クリスティアンの2位。フランケン系方園ツォレルン家の新しい家系である、クルムバッハ系の出身であるが、1726年に、 後継者のないまたいとこのバイロイト編脅迫、ゲオルク・ビルヘルムの後継者となった。父に対しては、フォンブランデンブルク・クルムバッハの故障を用いるが、ゲオルク・フリードリヒカールについては、その統治した所領に基づいて、フォンブランデンブルク・クルムバッハ・バイロイト、あるいは単に、フォンブランデンブルク・バイロイトの故障を用いる。ゲオルク・フリードリヒカールは、初めは、 大変に信仰深い母親の教えを受けた。その後、ビーレフェルトで綿密な学問を積んだ。1700年から1704年まで、デンマーク、フランス、オランダと、西ヨーロッパ各地を広く学問旅行をして、見聞を広め、最後に、ユトレヒト大学で4年間学んだ。1708年に、父が亡くなると、家族の元に戻った。家族は、1704年から、 マクデブルク近郊のベーファーリンゲイン城に暮らしていた。この城は父親が自業自得の借金の末に結んだシェンベルク協約によりゲオルク・フリードリヒ・カールが持つフランケン地方のホーエン・ツォレルン家の所領に対する相続権をプロイセンのために放棄する見返りにプロイセンをフリードリヒ一世からあてがわれた口であった。ゲオルク・フリードリヒ・カールは父の死後 相続権放棄を撤回し、協約を破棄しようと試みた。この動きを、プロイセン王国によるフランケン帝国クライスの解体を危惧するフランケン貴族たちが支持した。特に、マインツ大司教で、バンベルク司教君主のロタル・フォンシェーンボルンとその甥に、あたる帝国副首相のフリードリヒカール・フォンシェーンボルンは、協約撤廃を強く主張した。こうした、 長く困難な交渉の末、1722年、ついに協約が撤廃され、これに従い莫大な借金を背負い込んだ。ゲオルク・フリードリヒ・カールは、こうして、バイロイト綱領を継承した。彼が統治権を掌握した後は、混乱した経済状況に大きな改善が見られ、彼自身も内政に特に注力した。多くの同時代の統治者たちとは異なり、彼には、 政治的、あるいは軍事的野心はなく、経験主義者のアウグスト・ヘルマン・フランテが、宗教生活に集中できるよう配慮したりしている。注目すべきは、教育、社会施設の整備女性である。しかし、息子、フリードリヒの嫁にあたるビルヘルミーネ・ホンバイロイトの回想録には、酒飲みで、素晴らしい芸術にも、関心を払わない、最も嫌な人物と書かれてしまっている。 上官は彼の倹約癖のためかなり荒廃していた。宮廷社会では面白みのない人物と思われていたのである。晩年はかつては修道院であった建物をヒンメルクロン城に改築し隠居しようと計画していた。1709年にドロテア・フォンホルシュタインベックと結婚した。これらの文献はドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり。 日本語版作成に際して直接参照してはおりません。ありがとうございます。